インドネシアで2019年9月26日に発生したマグニチュード6.5の地震はインドネシアのマルク諸島の一つにあるアンボンという場所が震源でしたアンボンは人口30万人の町とのことですがこのアンボン周辺が非常に激しい揺れに見舞われたようで被害も甚大でしたこの安盆では地震の発生する 1> 約1週間前の9月19日に数万匹の魚が海岸に打ち上げられていたということです。魚は大きなものから小さなものまで打ち上げられていたようですが報道の写真を見ますと目が飛び出しているような魚も見受けられまして深海に住む種類の魚類も打ち上げられていた可能性もあるのかと推測できそうです。 このような大量死が、この辺りの海域で起きることは、普通、ない上に、大量死の原因も不明だったこともあり、ボンの住民は、何か起きるのではないかと、不安を訴えていたことが伝えられています。インドネシアの当局は、そういった噂を完全否定していたのですが、そこに9月26日に、マグニチュード6.5の地震が発生して、 大きな被害が出たということで、魚の大量死と地震に関係があるのかどうなのかが議論されています。深海魚と地震の関係はよく言われることですが相関関係があるかどうかは分かっていません。なお、ユーラシアプレートの境界では、このインドネシアの地震の割とすぐ後、トルコの イスタンブール近くを震源としたマグニチュード5.7の地震が起きていまして、ユーラシアプレート、境界での地震の連鎖が収まりません。